はい、皆さんこんにちは、マダルクルフィジです。では今回はゲレンの野望ジオンの系譜ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。地球侵攻作戦の途中ではありますが、いよいよ連邦軍が反攻作戦の第1弾としてオデッサ作戦を発動していきました。今回はね、これの防衛を行っていきたいと思います。事前にオデッサ作戦察知していましたので、部隊の方はね、ご覧のようにドーム、あとはザクの陸戦型中心に固めてあります。戦力の方ですが、ドムが11、ザクが11、あとドップが1機という編成ですね。敵の方は、しっかりとは消え確認できませんが、まあおそらくレビルのビッグドレー、あとはモビルスーツとしてはジムタイプが3機、それ以外は戦車と航空戦力のように見えます。侵入してきているのはマップでいうところの右上のみですね。なのでこちらは拠点をねしっかり防衛しながら、まあ、敵を迎撃するという体制でいきましょう。で、前回の動画でもご紹介した通りですね、今3連星でオデッサを守っていて、シャーが、北米方面、ランバラルがオーストラリア方面というふうに担当を分けましたので、このオデッサは3連星がね、しっかりと防衛をしてもらえればいいのかなというふうに思います。では早速3連星から出していきましょう。オルテガ隊ですね。3連星のドムじゃないと索敵が効かないというのがあるので、まあ、3連星のドムをうまく活用していくことになるのかなというふうには思っています。この時点ではドムの優位性は、ね、圧倒的なものがあると思いますので、しっかりと確実に、叩いていきましょう。まあ、3連星とレベルのレベンジマッチと言っていいと思うんですけど、まあ、今回、少しポイントとして考えているのがですね、3連星はあえて3タックせずに、それぞれガイア、オルテガ、マッシュが、ドーム隊を率いるという形にしました。なので3連星のガイア、オルテガ、マッシュが3スタックするんじゃなくて、それぞれですね、オルテガ隊、そしてマッシュ隊、ガイア隊という形で分けています。隣り合っていると、あるいはスタックしているとパイロット同士の有効が高いとですね、相乗効果が生まれるというのがあるので、このあたりも、ね、陣形には留意をしていきたいと思います。で、有効度はもうデフォルトで設定されているものになっているので、こちらでね操作をしていく中で新しく変わってくるというようなものにはなっていません。ではオルテガ隊とマッシュ隊をくっつけて動かしていければいいかなと思います。さあ、敵モビルスーツジムであることが確認取れました。もう量産型のジムですね。先行量産でもなければ陸戦でもない、本当のジムになってます。このジムが3スタックですね。他にはモビルスーツの機影はないので、まずはこのジムを片付けていきましょうか。今ドム部隊は主にオルテガ、マッシュ、あとはガイアの3連星と、あとカリウスの部隊がいるので、でこの4つの部隊が、まあ、車がかりの陣みたいにですね、代わる代わるに攻撃できるように、エネルギーが同時に切れないように注意は、ね、していきたいと思います。で、カリウスはこの後できればですね、ケリーとガトーと同じ戦場に送っていきたいなと思いますので、まずはねこのオデッサの防衛戦をしっかりうまく戦っていきましょう。今見てもらった通り、ちょっとねオルテガの部隊エネルギーがねもう半分以下になってきてるんで、こうなったら回復していくというのをね繰り返していくので、まあ、本当に敵を迎撃するオデッサで迎え撃つという戦いですね。オデッサの防衛戦順調に推移しています。このままターンとしてはね次のターンになってしまうかなと思うんですけども、次のターンにかけて、オデッサの防衛戦をね継続していきたいと思います。戦闘を中断します。オデッサの方ですが、やっぱりビッグドレーに乗っていたのはレビル将軍でしたね。士気18、これは強いよな。まあ、ただそのレビル将軍を今包囲できるところまで持ってきましたので、このままとどめを刺してオデッサ作戦のね、妨害阻止と
いうことに成功という形を持っていきたいと思います。じゃあ最後は3連星のジェットストリームアタックでレヴィル将軍のビクトレを潰しましょう。これでレヴィル将軍撃破、オデッサ作戦の防衛成功になります。彼らの意地を見たか。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。はい、オデッサの防衛戦ご覧いただきました。この後戦いですが、まずランバラル隊と、シャアの部隊はですね、オーストラリアトリントン基地攻略を目指します。3連星はベルファスト基地攻略に向けての準備を、そしてガトー、カリウス、ケリーの3人は宇宙へ戻ってもらって、この後、宇宙での、ね、反攻作戦もあると思いますので、それに備えてもらいたいというふうに思っています。なので宇宙での生産、リックドームを、ね、本格化していきましょう。今後の主な、ね、作戦担当地域をご紹介していきたいと思います。まずシャアですが、シャアはハワイからオーストラリアトリントン基地攻略を目指してもらいます。一方ランバラル隊もですね、インドネシアからなんかオーストラリア攻略を、そして3連星はヨーロッパでまだ抑えられていない拠点をね、中心に制圧を進めて、ベルファスト基地攻略に向けて準備を整えてもらいたいというふうに思います。で、ガルマはこの後北米に戻って、北米で指揮を取ってもらいましょう。続いて宇宙ですが、宇宙は、ソロモンにはガトー、そしてサイド6方面にはシーマを配置して、連邦軍の、ね、反攻作戦に備えていきたいというふうに思います。では今回は、ね、ここまでにさせていただいて、次回今ご説明した通りの陣容で、攻略戦続きをプレイしていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。